どうもこんにちは、クロネタです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、続きからやっていきましょう。かわいいねはい、というわけで前回魂の神殿をクリアいたしまして、ミネルゴーレムを自由に呼び出すことができるようになりましたよと。で、この地方の探索空島含めて終わりましたんで、また今回から新たな地方の探索をやっていきたいと思います。まあね、こっちでやれてないこともたくさんあるんだけど、まあまずは解放がいいかなと。で、眺望台の位置把握してないんで、これどうしようかな。こっちから飛んで、上から見て、あ、ここでもいいか。ここから確認して、なんなら翼で飛んでってもいいかな。雨降ってない？上空の祠。ん？これ、どうなってる？待った、またゴロゴロ言ってるよね。危ね。あれ？雷雲もまた発生してんのか？ここにいる間は大丈夫だと思っていたんだが、いや、そういうわけではないのか？お、びっくりした、ゴーレムか。まあ、五雷の兜があるからいいけども。あ、いやー、あ、ん、ん？雷雲はないのか？いや、発生してる。いや、待って、判定が。判定がよくわからんぞ。どうなってる、これ。お前、まだここで見えづらくなるのはやめて。ちょっと待って、見えないんですけど。あの、翼はあるな。じゃあまあ、向こうに向かって飛べばいいわけだから。まあ、この辺にピンを刺しといて、ちょっと、作るの面倒だな。オッケー！まあ、これでいいか。なら、ここセットして、よし！行くぞ！視界悪いな、本当に。で、まあ、こっちだ。こっちに曲がって、あ！今、うっすら見えたなぁ。あ、ちょい。やめて。うえっくー、耐えれますと。やっぱ雷大丈夫なんだなぁ。前に壊れた理由がよくわかんないけど、多分あれだなぁ。よいしょ。OK。地下。適当に撃ったのに。じゃ、ここですね。まずここに行こう。これは敵の拠点にされてる？いや、そういうわけではないか。よいしょ。ラベラ湿地帯眺望台と。うわ、峠。こういう時は、この盾で。よいしょ。え？そうか、雨降ってるから。え、厄介だな。ユンボーだったらいけるか。そい。ダメか、手前で。あ、でも。そこはいけんの？あれ？そこはいけるの？ああ、消えてってるね。ああ、いいよ。ユンボーナイス。あ、わあ、上ダメか。ワンチャンどっかで雨宿り、ここしづらいな。おお、めんどくせえ。ここは？あ、また、これを手に入れて、読める？え、邪魔だな。あ、くぬぎだ。うん。負けの束10個120ルピー。ほーん。ん？テント3個300ルピー。雨で濡らさないようにテントがちょっと多めに必要だった。あー。まあ、お金使ってこれを建てたってことか。でも、それを建てる必要性があるってことはずっと降ってんのかな？あれ、どうやってやったっけ？こうだっけ？あ、来た。これで、朝まで休んでみよう。これでやむかな？ん？あ、いやー、降ってるね。何？ずっと雨降ってる？となると困ったなー。
あー、待って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 。木材こんだけあるんだったら、ま、雨に濡れなければいいわけだから、あ、はい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 、そこでいいや。これを、もう何個かつなげて、OK! でかすぎた気はするが、これで、ここに乗せてしまえ、乗ってる？右が見えない。この上乗せてしまえば、はい。これでここは濡れないから、いけるのでは。お、いいんじゃない？いいんじゃない？来た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 。壊せ壊せ。お前も邪魔だ。消えろ。あれ、ここダメ？え、ここダメなの？あ、でも開けるか。来た。ちょっと強引だけど、オッケー。よーし。あー、一時はどうなるかと思ったけど、これでワープもできますよと。邪魔だな、あの端っこ。いやー、ここも空島すごいな。あれ何？いや、あれは前に見たか。ゴーレム製造島とかなんとかだったっけ？あれじゃないかな。おお、ここも広いね。登録完了。で、うわ、あんな端っこにあんの。なるほどね。でもまあそこまで空島広くないか。あ、でやっぱさっき見えたやつはあのゴーレムのやつだね。前に言ったな。多分あれが見えてただけだわ。オッケー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 。あれ結構面倒だったからね。もう行きたくないんだよね。で、ついでにこの辺、マップで、見える？あ、いやー、あー、やはり見えないか、眺望台。どうせだったらそれも解放したいなと思ったんだけどなー。ぱっと見ないか？でもこの高さで見えないってことは、あ、あれか！うわ、すごいところにあるな！あれか！ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。よいしょ。OK。うわ、結構遠いねー。まあ、この辺りの探索をやってしまってもいいんだけどなー。どうすっかな？向かうだけ向かってみる？いや、これ、距離が足らんか。ただ、あそこに行こうとする場合、どっから行くのが近いんだ？こっち？水の神殿から、いや、でも結構遠い。まあ、こっちから行くよりはまだマシなんかな。ああ、こっちの方がまだ近いかもな。まあ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 。だったら、おいおいでも、おーおー、深な。あれ、眺望台どこだ？あれか。あ、結構飛んだな。よいしょ。じゃあ、軽くこの周りを見てみましょうかね。下にもなんかあるんだな。ここってどうだったっけかな？見たっけかな？いや、ただこんだけずっと雨降られると困るね。上に上がってこれなくなってしまうんだが。ここ探索の前に買わず装備なのかな。その方が楽そうで、ああるね。よいしょ。まあ、とりあえずあれやってみるか。まあ、ゼルダチャレンジもやらなきゃだし、あとなんだっけ、あ、あれが地上絵か。あ、ここはやむの？なるほど。
広っ。あーでも普通に道があんのか。だとすると特に目星発見はないかもね。はい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 。あ、でも晴れたのはラッキー。軽く見てみます？うわー、海賊船？ちょっと数多いなー。まあ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 、雑魚敵戦はしなくていいや。とりあえず、ここは何？あ、一応下があんのか。あ、誰かいるね。よいしょ、あれ？あれ？その姿、その頭、あれ？おい、あいつらのせいで村がめちゃくちゃじゃ。出た。桜田さん、この熱い視線、俺です。この先の魚鳥村に何、ん、魚鳥村、あれ村と呼べるか。うん、今行くのやめた方が良いさね。あ、村長か。魔物どもに占領されてしまった。なるほどな。だったら戦わねえといけねえな。我が物顔で好き勝手にしようって。村のみんなはなんとか全員逃げ出せたようだけど、家も壊れちゃって住むところもないから、みんなチリチリなのよと。なるほど。そうね、あんただったら直せるね。ブレイワイの時にリンクの家を建ててくれた人なんだよね。見た目はこんなですけどね。腕は確かです。うん、船で乗り込んでくるとはと。まさに海賊じゃ。あいつらが一体でもいる限り村に近づくのは危険だわいさ。一体とかだったらどうにかなるのでは。お、荒くれどもの救う村。これは救ってあげたいなぁ。まあ戦闘は任せなさいよ。まあ、とりあえず、まずはこれをやっちゃうか。シフミミのほこら。では攻略開始。あ、うわぁ、装備がない。来たなぁ。いにしえの蛇を封じ、浄化せしむほこら。道具を持っての侵入を禁ずる。今回は何をやれと動いてない？石の戦い、水流。あ、ちょ待って、早くない、早くない、早くない、ちょ、あれに乗ってるのか。その距離からバレるってやばいね。トリマ武器装備。ああ、はい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 。ただこれどうする？待って、見えてる？え？これも行くしかないか？ああ、まああれに乗って通れる筆って感じかね。ん？あ、そこは動いてんのか。いや、これバレるでしょう。これバレないで行くのはなかなかに難しいのでは。こういうこと？あ、こういうことっぽいな。とりあえずそこまでは行けるか。危ない。あ、行けてる。よいしょ。で、ちょっとバレたか？ちょっとバレたか？いや、大丈夫ですね。いや、乗ったけどもだよ。どっかに上陸できればね、楽ではあるが、いや、もうやっちゃうか、めんどくせえか。よいしょ、OK。もう上行って、おっと。火炎の実、あ、矢もゲットで、よいしょ、うい、
かかってきなさいよ。待って、やばいことしようとしてない？よいしょ。よし。ほら、落ちろ。よしよしよし。で、こいつを回収。よいしょ。待って、水に逆らわないで、こっち行って、オッケー、よし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 。この感じだったら楽じゃねえか？オッケー、よし、一発。危ないよ。あれは回収しなくても、あーでも欲しいか？よいしょ。オッケー。よし。待って、矢が欲しい。オッケー、よし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 。オッケー。で、低いな、これ。よいしょ。さらに上は？ある。オッケー。よし。ここ！オッケー。何？耐えるか。あー、まあまあまあ、落ちた。オッケー、オッケー。これでお前も、よしよしよし、いいね。水つえ。水つえぜ。よし。回収して、回収して。これはあと何回かって感じかな？まあ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 、楽勝ですよ。全然いける。まあ、体力もまだマックスあるし、あ、こっから上がれたんか。あ、いただいて、お前どこ見てんだ？よし。無慈悲だな。まあ、これは欲しいので回収。余裕なんだが。あ、また。OK。これも回収して。で、そっから上がれるね。はい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 。で、あそこか。通れルーフ。あとあいつだけ？あ、ここも行ける。角度が悪いか。一旦なかったことにして。一旦君は何も見てないよと。おちょ、あぶれ、登れねえ。その位置邪魔だな。オッケー。俺待って、一旦逃げて。危ないよ、危ないよ。これアイテム使った方がいいか。よし、オッケー。よし。まあ、壊れるまで使っていいさ。オッケー。で、やってんじゃねえ。まあ、これでいいや。ほら、ほれ、危ないよ。よく危ない。ほら、ほら。よし。水最強！道具の金男！これは今までの一新シリーズで一番楽では？ういー。てててて、ん、いいね。戻りましたー。夜になっとるねー。あー、でも見やすいなー。じゃあ、やりますか？海賊退治。あ、いなく、あ、いるわ。まあ、あれよね。はいはいはい。結構いない？ただ、雑魚敵だけか？あー、船にもいる。あ、なんか寝てない？ボスボコかな？まあ、それぐらいならどうにかなるか。あはははは。まあ、リザルフォスとかもいるね。まあ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 。全然余裕よ。じゃあ、入り口から、正面から行ってやろう。これはお前たちにとってのハンデだ。ウオトリ村。勝てるかな？この鬼神に。はずだったらこっちも負けてねえぞ。ちょっと多すぎて邪魔なんだけどね。どうも。どうも。よし。さあ来いよ。さあ来いよ。誰でやってやる？お前がいいか？来いよ。来れんのか？ほら！よし！
俺、俺、お前休んでんじゃねえ。よし。あ、おお、いい攻撃持ってるやないか。やるね、ナイス。ほら。オッケー、よし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 。いいね、やるね。やるね、いい火力持ってるな、おい。痛い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 。回避できんかった。よいしょ。まあ、この辺食って。まあ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 。これぐらいなら大丈夫ですよ。で、あ、取っといて、お、あ、白金か、あ、そうか。よし。で、どうしようかな、どうしようかな、どうやってもいいんだよな、別にな。危ないよ、危ないよ。待って、なんだ。オッケー、よし。ちょっと食らったな。これ。よいしょ。オッケー、よしよしよし。まあ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 、これぐらいのダメージは大丈夫です。おー、ただ広いだけ？さすがにライメルとかはいないよな。あ、井戸あんのか。これ井戸の中もいんのかな。あ、いるわ。オッケー。それだけか。これここで久々にギブドの骨。あ、いいね。結晶じゃなくてこの火力ってすごいよな。危ないよ。ほら、ほら、ほら、オッケー。ナイスー。なら、今度は、爆弾！いいね。はい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 。あとはどいつだ？よし。残るか。あちゃ。なんで縦？なんで縦開いた？あ、違う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 。どうした？どうした？ちょ。危ない危ない危ない。こうだよ。オッケー、よし。あ、痛い痛いね。よし、オッケー。よし。あれ、戦闘下手になってる？あれ、おかしいな。まあ普段雑魚的な相手はしないけどさ、こういうことがないとやることないけどさ。オッケー。上にもいないね。となるとあとは海賊船だけか。乗り込むか。一旦ここに乗って、から、あ、よし、オッケー。こういうのは得意なんよ。おっと、こんにちは。おっと、こんにちは。こんにちは。よし。オッケー。ん、なんか縦発動すんな。なんで？どうした？オッケー。まあ、一体ずつね。なんか当たってる？オッケー。手前のやつに当たってるか。オッケー。ほら。よし。うちの仲間無敵なんでね。なんでこれ縦出るの？おかしいな。オッケー。残るか。ちょっと残る？で、あとお前だけか？危ないね。あーあーあああ。ボコボコだ。俺。オッケー。バカめ。ん？魔物の声がしなくなったな。魔物がいなくなってる。気づいて。結構暴れてましたけど。まさかあの凶悪な魔物たちが痛みも残らずいなくなっているわいさ。ああ、
あ、家の中いたんだ。うん。あ、見てるやつはいたのね。なんだなんだ。この人がさっそうと現れて村中の魔物を投げ倒すところを。まあ。わお、やっぱり。見かけは汽車だけど、その鍛え抜かれたインナーマッスル。初めて見た時から私は気づいていたわよ。魔物に蹂躙される村をただただ見守ることしかできなかったわいさ。あなた様が来てくれなかったらこの村はもう再起不能だったかもしれないさね。喋りが独特だよね。ありがとうありがとう。うん。まあ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 、また一からね作ればいいんじゃない。うんうん。ね、桜田さんもいるし、この子の男気に触発されて私の職人魂にもバッチリ火がついたわ。ああ。おお。村がまだこんな状態ですが、お礼ができませぬが、こんな状態ですのでお礼ができませぬが、再建した暁にはあなた様には村を挙げておもてなしをさせていただくさいね。おもてなし？ここからが魚取村の再出発よ。お互いに協力してやれることをやっていきましょう。村が再建するまでは寝かせないわよ。寝かしてはあげて。荒くれどものスクー村コンプリート。こんな端っこではないよな、さすがに。あ、あった、え、こんなとこ？マジかよ。じゃあ見ましょう。さあ、ゼルダ、ここなら誰も来ないわ。折り入っての相談というのは何なのですか？なんてバカな人。お、戻れ子。あら、人を騙してこんなことをする人にそんな風に言われるのは心外だわ。ガノンドロフの操り人形、私たちが何も気づいていないと思っていたの。なるほど、ゼルダがそこにいたんか。まあソニアがこうなるのはね、前回ネタバレ食らったから知ってはいるけど、まあガノンドロフの方が一枚上手だったと、そういうことですかね。いや、にしてもガノンの顔。いやー、で、まああれで秘石奪われちゃって、その力で強化されて、まあ手もつけられない魔王になってしまったと、そういうことですよね。
で、あれを見ました。次に見るのが、これがガノンドロフか。このマークってどこだっけ？前にも見たよな。あ、上だ。あったな、雪国じゃねえ。雪降ってるとこ。あそこだね。じゃあまあ見ようと思ったらすぐ見ることはできるか。まあ次回あたりだな。向こうの地上絵も見なきゃいけないし。あとはこの辺見て、こっちも一応見たんだよね。何もなかったけど。まあコロガがあったぐらいかな。だから、こっち側。こっち側を見て、余裕があったら向こうの地上絵とかでもいいのかな。OK! じゃあ今回はこの辺で終わっておきましょう。ちょっと尺長くなってしまったかもですが、まあ、こんな感じでまったりやっていきますんで、よかったら次回も見に来てください。そして、チャンネル登録、高評価、押していただけますとすごい励みになりますんで、ぜひぜひお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。